ウィリアム・アマーストの肖像画。初代アマースト伯爵、ウィリアム・ピット・アマーストは、イギリスの外交官、植民地行政官。1823年から1828年まで、ベンガル総督。7年戦争で活躍した、陸軍中将、ウィリアム・アマーストの息子。全民のジョージ・マカートニーから、英中貿易の全権大使を引き継ぎ、 中華思想による朝工関係の改善のため1816年に新を訪れ、佳京三角に越見を求めた。しかし皇帝に配越する際の三期級高等の礼を拒否したため越見は叶わず、貿易改善の交渉も開始できなかった。後にベンガル総督となり、アッサムなどを併合、植民地支配に功労があった。この時代に入植したイギリス人が、 アッサム茶を発見して、栽培を広げ、本国に持ち帰ったことで、後のイギリスの喫茶文化の流星につながった。また、東から進出してきていたビルマを攻撃し、アラカン、テナセリムなどの併合の道筋をつけた。この時期に前後して、イギリスが進めていた三角貿易のうち、清市へ流通する商品が、銀から麻薬であるアヘンに変わり始め、急激に、 耐震貿易赤字が改善した。1827年にはアヘン貿易が茶貿易を上回っている。ありがとうございます。